北京通り順競馬場は中華人民共和国北京市通州区の東北部にあった競馬場。2005年度を最後に開催中予された。一周2280メートル、2005メートルの芝コースと1850メートルのダートコースを要するが2000メートル以上のレースは少なかった。ただし一時期芝5000メートルを超える距離のレースを行っていたことがある。 フルゲートは14等であり、馬券がマークカードに発見される場名が英語表記と漢字表記の2通り存在する点などを見ると、香港のシステムを参考にしていたと思われる。また、香港の競馬雑誌にも中国国内の競馬運営に協力しているという記事が掲載されたことがある。調教師は欧米や香港などから招整し、機種は地元出身者を中心に、 一部海外出身者も在籍していた。2001年8月から基本的に毎週土日に競馬が行われており、試行時期は概ね3月から11月。交通手段は電車8通線通襲北園駅から出ていた無料バスかタクシーなど。なお、この無料バスの存在はバス停で確認されただけである。元々は空軍の施設で、 関東の大富豪が資材を投じて、競馬場、旧車、牧場などを建設したと言われている。馬券も発売もされていたが、中国では、建前上賭博が違法であるため、まず現金をバウチャーに変えてから馬券を手に入れるという、方式を採用していた。スポーツ中継専門チャンネルである CCTV 後でも、一応中継されていたが、馬券に関する話は一切されず、 純粋なスポーツとして放送されていた。また、大っぴらな宣伝ができないので、市民のほとんどは、競馬が行われていることすら知らず、競馬場の周辺を除いては、競馬場の看板などの広告を見ることもなかった。開催が始まった同年、北海牧場が、名称怒涛の父、ビッグストーンなどを連れ北京四道牧場を開設。 本格的に現地でのサラブレッド生産に乗り出したが、開催そのものが安定的に行われない状況、その後開催自粛に追い込まれたことなどから経営が悪化、北海グループ倒産の一員となった。余談だが、笠松競馬所属であった安藤光明は以前雑誌のインタビューで、笠松が潰れたら北京に乗りに行くかと発言していた。当時北京ダービーの一着賞金は、 約3000万円であり、安藤がそう漏らしていたのも無理はない状況であった。なお、2005年11月の開催を最後に、開催自粛を余儀なくされており、公式サイトにもその旨掲示されている。賭爆の問題性を重視した、中央政府による閉鎖指示があったとも言われているが、公式サイトには、詳細な説明はなく、現在は更新も停止している状況である。 もともと、北京オリンピックの馬術競技開催に向けて、旧車などの環境を整備するのも一つの目的であったと言われているが、結局開催地は、香港の砂田競馬場が指定された。競馬場の施設は、開催中止後も放置されていたが、2019年に、残っていた旧車などの施設が撤去されて整地された。今後、別の施設に転用されると思われる。ありがとうございます。